はい、こんにちは、じいちゃんです。ご覧をいただきましてありがとうございます。今日は動画で音声が大事だよっていう話をしたいと思います。このように画面があるんですけれども、皆さん携帯で見てることが多いかな、それとも PC で見るのが多いか、多分携帯で見てることのが多いと思います。それなので、画質はいいに越したことはないと思うんですけれども、そんなに重要じゃないと思うんですよね。で、音声は電車なんか乗ってたらイヤホンで聞いてらっしゃるでしょうし、家でも PC で見てる場合スピーカーだったりいろいろあると思います。その時にやっぱり聞き取りにくいのが一番問題ですよね。最初見ていくらボリューム上げてもよく聞こえないな、何言ってるか分かんないなっていうと、動画最後まで見てくれないんじゃないかなと思います。そこで今回はマイクについて簡単に ご説明させていただきたいと思います。今僕使ってるのは多分分かんないと思います。この中にガサガサ落としちゃったらごめんなさいね。はい、ピンマイクを忍び込ませております。このようにカメラにマイクをつけたりとかね、いろいろ自分撮りした時に使う方多いと思われます。あとはよくこれですね、もうだいぶ年季入ってますが、これをカメラの上につけて撮ったりする方も多いと思われますが、僕の勝手に師匠と仰いでるんですけれども、春風涼しさんという方いらっしゃいまして、その方がすごいマイク、映画で音響とかいろいろやられてる方みたいなんですけれども、特にマイクとかに関しましていろんな動画上げてらっしゃいまして、僕もそこですごい勉強させていただきました。まずこれの射程マイクっていうのは、この射程距離、これ拾うのがその距離と、あとこの広がり方だそうです。距離に関しましては、だいたいこの長さの、マイクの長さの10倍までということらしいです。ですんで、これがだいたい5センチぐらいってことで、50センチぐらいまでの声を取るのに適しているということなんで、このショットガンマイク、ショットガンマイクというやつなんですけども、これだからっつって、この2メーターも3メーターも先で喋ってる人の声を取ろうと思ってもうまく取れないんですね。それでこれに関しましては、僕が思うには、このカメラにこっち向きにつけて自分の声を拾う、そのためのマイクという使い方がベストなんじゃないかなと思われます。あとこれつけてるやつなんですけれども、これはソニーの純正のやつなんで、ここを後ろについてます。吸い込み口がここで、こう映しながら喋るとすごくよく入ります。で、あと前にいる方、カメラを固定して撮ろうとすると、これは逆向きですからね、声入りません。そういう時のためにこれにはワイヤレスマイクがついてます。よく僕部屋撮りで使う時にはこれをこうぶら下げて、よいしょ、ぶら下げて使ってます。そうするとこれとこれが無線でつながって、こうカメラから離れていてもこの声が入るという形ですね。あと一番多く使ってる方法がこれです。今カメラはこれ GoPro で撮ってます。 GoPro とこれのセットでいつも外行った時なんかは撮ってます。これはレコーダーで音声を撮るだけです。こっちは画像と音声撮ってます。で、編集する時に音声を合わせるというやり方をしております。心の師匠である春風涼しさんが言うには、もうピンマイクで十分ですということです。で、テレビとか映画とかもその方はやられてらっしゃって、テレビでも確かにですね、もう最近は皆さんもうここにモフモフつけてますよね。ピンマイクで
撮るのが一番間違いなく音声を撮れるみたいです。だからよくカメラの上にね、こんな長いのつけてその辺で撮ってらっしゃる方も いるんですけれども、それはあの周りの環境音を撮るための使い方っていうことらしいです。あのテレビカメラでも大きいカメラにそういうマイクついてるんですけれども、それはあの周りの環境音を撮ってその演者さんの声を拾う、まあね、バラエティなんかでどっか行ってロケとか言っても必ずピンマイクついてて、それであの喋ってる声を拾ってます。で編集の時に全部合わせるということやってます。まあそれに関しましては向こうの方は編集のプロですからね、もう何個音があってもボーンとうまく合わせてやってらっしゃいます。編集ソフトにも便利な機能があって、その音声の波、これをこっちとカメラのやつと、あとこっちのレコーダーですね、これのやつの波形をうまく同じところを見つけてパカンと合わせて喋ってるこの口の動きに対しても違和感なくちゃんと合わせてくれますのでね、はい、その音声別撮りで撮るのが効果が大きいと思われます。とにかくピンマイク、口から近いところで音を取るというのをやると聞き取りやすい動画ができると思います。僕も一時カメラだけとかいう時もありましたけれども、もう最近はほぼ別撮りです。あとめんどくさい時、またカメラから近く声が取れる時だけはそのカメラだけでやってますけれどもね、ちょっと手間をかけるだけで、もしかしたらちょっと俺にはめんどくさくてできねえっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、それやるだけで動画を見ていただける方がすごく聞き取りやすくなりますので、やってみる効果はあるんじゃないかなと思われます。動画は音が非常に大切なんじゃないかなという僕の考えを発表させていただきました。はい、最後までご覧いただきましてありがとうございました。はい、動画今530本か40本、毎日 Vlog を上げてます。まあ内容は大したことないんですけれども、それで得ましたノウハウをぜひあのアウトプットしたいなと思ってますので、ぜひチャンネル登録の上ご覧いただければと思います。 Vlog に関しましては毎日19時夜の7時に出してます。それ以外のこのようなね、あのハウツーものみたいのはもう不定期で出てますので、僕のチャンネルの中から動画編集とかね、そういうファイナルカットプロとかそういうので検索していただければそれが出てきますので、ぜひご覧いただけたらと思います。いろんな動画出していきますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それではまた。